プレーナンバー4の28、高知大学セカンドダウン2ゴール、残り4ヤード。何枠9番オプションピッチを受け左オープン展開しエンドゾーンに飛び込みました。しかしイエローフラッグ反則が発生しております。レフェリーの判定を待ちます。ディフェンスの反則です。ディフェンスオフサイド、ボールが動く前に相手エリアに入りました。しかしこの反則コーチは取りません。したがってプレーが有効となり先ほどのランタッチダウン、甲子大学6点獲得。